アンチアーテッドシリーズアンチャーテッド黄金刀と消えた戦断アンチャーテッド黄金刀と消えた戦断はノーティドッグ開発ソニーコンピュータエンタテインメント発売のアンチャーテッドシリーズ第2弾プレイステーション3よびプレイステーション4専用アクションアドベンチャーゲーム英語版のタイトルからアンチャーテッド2と呼ばれることが多い略称はアンチャーに UC に キャッチコピーは本能が冷や汗をかく。ゲームオブザイヤーなど150以上の賞を獲得している。2015年にはアンチャーテッドコレクションとしてリマスター化もされた。2007年に発売されたアクションアドベンチャーゲームアンチャーテッドエルドラドの秘宝の続編。前作と同じくノーティドッグが開発を担当した。基本的なコンセプトとゲームシステムは 前作から踏襲しつつ、グラフィックの強化、機能追加による操作性の改善、多様な音響システムに対応、上級者から初心者まで対応した豊富な難易度設定など、よりブラッシュアップがなされた。舞台も、ほぼ孤島に固定されていたエルドラドから打って変わり、様々なシチュエーションのステージが用意されている。ローディングはムービー中の裏読み処理により、HDD へ。 データインストールせずともシームレスな切り替えが可能。また今作からマルチプレイモードにも対応。オンライン対戦でプレイすると、すべてのプレイヤーの動きが保存され、好きな角度から鑑賞でき、一時停止やスクリーンショットが可能やシネマモードを搭載している。ゲーム界のアカデミー賞とも呼ばれるエジャスゲームオブザイヤーを受賞している。 2010年2月18日には、前作のベスト版と本作をセットにした、アンチャーテッドツインパックが、数量限定で販売。2011年8月25日には、プレイステーション3ザベスト版が発売。2011年11月2日には、続編となる、アンチャーテッド砂漠に眠るアトランティスが発売。2015年10月8日には、 プレイステーション4専用タイトルとしてリマスター版が発売。新型ハードへ移植に伴い、高解像度化と高フレームレート化、新規トロフィーやフォトモードの追加がなされている。シングルプレイモードでプレイヤーが操るのは海洋冒険家、フランシス・ドレイクの子孫を自負するプロのトレジャーハンター、ネイサン・ドレイク。ネイトは仲間と一緒に マルコポーロの消えた戦団が鍵を握っていた、チンターマに意志を求めて、冒険に出る。宝を探しているうちにさらなる数々の謎を見つけ、やがてある有力な男の野望から世界を救うことになる。マルチプレイでは、インターネットを介した、最大10人までのオンライン対戦が可能である。オンライン対戦専用のステージでは、プレイヤーが2チームに分かれて、宝を奪い合う。 宝探しや、ある、テリトリーを奪い合う、テリトリー奪い、制限時間内のキル数を競う、デスマッチなどの多彩なルールで対戦できる。また、最大3人での、敵の攻撃に耐える、サバイバルや、敵に耐えながら、宝を指定されたところまで運ぶ、ゴールデンラッシュなどの協力プレイも楽しめる。そして、ボイスチャットを利用した他のプレイヤーとのコミュニケーションや、 フレンド同士でのパーティー結成なども可能。このほか、オンライン対戦時に使用するキャラクターの選択や、ゲームで獲得したポイントで入手できる、スキルなども用意されている。プレイステーションストアで配信されている、無料体験版では、チャプター5、紫外線の最初から、黒へと合流して攻撃ヘリを撃破するシーンまで、プレイすることができる。体験版をプレイする、 pv を見る、オプションを変えることしかできず、ボーナスや、マルチプレイなどはできない。また、ボーナスアイテムの、宝物も置かれていない。本シリーズのシステムは、3D アクションと TPS の要素を組み合わせたもので、あり、ジャンプ、泳ぐ、掴む、登る、飛び越しる、ロープを使うなどのアクションを駆使して進めていく。ステージには武装した敵兵がおり、 銃撃戦や、ステルスキル等で倒せる。武器の種類は豊富であるが、一度に持てるのは、ハンドガン系の武器一つとロングガン系の武器一つ、グレネード四つだけである。これらの武器は、あらかじめマップに置いてあるものを拾ったり、倒した敵が落とした武器を拾うことによって補充できる。マルチプレイヤーモードでは、対戦と協力の二つのモードがある。協力モードでは、 最大3人のプレイヤーが仲間と銃撃戦などを伴うミッションを達成する。怪我をしたり、敵にやられると仲間に救助を求める。対戦モードでは最大10人のプレイヤーが各5人の2チームに分かれ、お互いに対戦する。最もオーソドックスなデスマッチモードでは2チームに分かれ、ヒーローか敵のいずれかとして活躍して、相手チームを倒していく。 敵に倒されると5秒後に復活できる。相手を倒していくと、ポイントを獲得でき、レベルアップする。レベルアップすることで、キャラクターのコスチュームや、ブースターなどを解除できる。海洋冒険家、フランシス・ドレイクの子孫を自負する、トレジャーハンターのネイサン・ドレイク。彼は、ある日、大破した雪山の列車の中で、血まみれの状態で目を覚ました。 己の身に何が起きたのか薄れる意識の中、ことの発端を思い返していた。数ヶ月前、彼は顔なじみのトレジャーハンターであるハリー・フリンからある話を持ちかけられる。それはトルコのある博物館に展示されている緑色のオイルランプを盗むという話だった。ネートはオイルランプの写真を見て何の価値もないと一周するが、 さらにハリーは依頼人から拝借した文章を見せる。ラテン語で書かれた、それは、マルコ・ポーロの日記であった。その内容は、マルコ・ポーロが率いた船団のうち、詳細な記録のない、消えた13隻の船を示唆するもの。そこからネートは、このオイルランプには、消えた13隻の船団の手がかりがあると推測する。たちまち好奇心の湧いたネートは、 ハリーと強奪のメンバーとしてやってきたクロエフレーサーと共にオイルランプ強奪計画に参加するのであった。アンチ・アーテッドシリーズでは意図的に名称を変更した上で実在する多種多様な武器が登場する。現実では同一規格の弾丸を使う銃であれば使い回すことが可能だが前作と同じくゲームの使用上弾薬は全てその武器専用となる。 本項目では便宜上、セミオートピストルサブマシンガンをハンドガンとして、アサルトライフルショットガンスナイパーライフル、グレネードランチャー等をロングガンと分類した上で解説する。オフラインやオンラインに登場するいくつかの兵士の種類のリスト。プレイステーションストアで販売されているアバターのキャラクターの名前を載せてある。マルチプレイヤーのチーム、敵で好きなものを選択できる。 本作は、プレイステーションネットワークに対応しており、無料でオンラインを楽しむことができる。ゲームは主に対戦型と協力型の2種類あり、デスマッチが最もオーソドックスである。プレイを重ねる旅レベルが上がり、通貨がもらえる。ゲーム内で獲得した通貨を用いて、コスチュームやブースター、協力型に使う武器のレベルアップなどのボーナスアイテムを解除することができる。 対戦型2から10人が2つのチームに分かれ、勝負をするモード。マルチプレイのプロフィールで、好みのキャラクターを選択することができる。チームは、自動で構成される。ネートや、サリーなどを含む、ヒーローのチームと、敵のチームの2つのいずれかのチームにランダムに、振り分けられる。協力型2から3人が協力して、目的を達成するモード。 敵はコンピューターになる。仲間が全滅しても3回までならチェックポイントからやり直し可能。プレイステーション3の人気ゲームレジスタンスにキルゾンにインファマス悪名高き男からの7種類のキャラクターがマルチプレイ用スキンとして追加される。前作アンチャーテッドエルドラドの秘宝からのマルチプレイ用スキン6種類が入った追加パック。 一部のマルチプレイ用トロフィーが獲得可能となる。新しい協力プレイモード、サバイバトリーと、新しいマルチプレイ用マップが2つ、前作、アンチャーテッド・エルドラドの秘宝からのマルチプレイ用、スキン4種類。他に、新しいマルチプレイ用スキンも2種類入った、追加パック。他にも、一部のマルチプレイ用トロフィーが獲得可能となる。 エルドラドの秘宝と黄金刀と消えた先段からのマルチプレイ用スキンが8種類入った追加パック。チンターマニー石。ありがとうございます。